河合塾サポート学院は河合塾グループが自学自習で頑張る通信制高校生、大研生、高卒認定生の塾として大阪府で運営していた学習塾である。現在は河合塾サポートコース梅田の名称となっている。なお、関西以外では東京と名古屋の河合塾校舎内に設置された河合塾コスモコースで通信制高校生、 政治性高校生、高卒認定受験生向けの教育が行われている。解説講義と復習を中心とした授業スタイルによって、教科書レベルの基本事項の習得及び入試に対応できる実践力の要請を目指し、通信性高校等の高校卒業資格や高等学校卒業程度認定試験の合格、さらに大学、専門学校への進学までを幅広くサポートする。 ことを目的としている。特に様々な事情により、全日制高校を中退、不登校となったり、高卒認定試験に合格して高校は、卒業していないが、大学進学は目指したいといった、これまでの予備校や、学習塾で見過ごされがちだった生徒たちの受け皿となっているのが特徴である。入塾の際には、自分の学力に合う講座を選択するため、 簡単な学力診断テストを実施し、担当スタッフとの面接、相談の上、受講講座を決定する。講座には、受験サポート講座、高卒認定試験攻略ゼミ、いつでもサテライト講座、アシスト指導がある。さらに、受験サポート講座は、ホップ入門、ステップ基礎、ジャンプ基礎力完成、ジャンプ実践、ジャンプ実践応用と、各段階に分かれる。 一定の条件を満たせば、河合塾の高校グリーンコースや大学受験科と並行して通学することもでき、より高いレベルの大学を目指す学生もいる。一つの講座の受講人数としては、多いクラスで30人前後から、少ないクラスでは1人までとかなり差がある。特に理系の講座は、文系の講座と比べ受講人数は少ない。また、AO、入試、推薦入試等で、 最終校以前に合格が決定して、講座を離れる学生もおり、講義が終盤に近づくにつれ、受講生は減少する傾向にある。使用する教材は、主に、河合塾の高校グリーンコースのテキストと、テスト教材のほか、一般の教科書や、必要に応じて講師が用意するプリントが用いられ、また、河合塾サポート学院が独自に作成したテキストも、ある。 前期のテキスト及びテスト教材は、河合塾内において各レベルや特定大学対策用に分類されており、サポートコース、梅田内ちでは S イコールスタンダード及び N イコール中堅私立大学向け、並びに赤積同率大対策用のものを主に使用している。講義を担当する講師は、実際に河合塾グループで指導する現役の講師である。また、 専用自習室や授業で使用されていない教室がフリールームとしてほぼ毎日開放されているほか参考書や問題集の貸し出しなども行われている。なお、一部のサポート校に見られる特定の通信制高校との紐付けはない。ありがとうございます。